第2クールを迎えた秋キャンプの様子をご覧いただきましょう。まずは投手陣から、ルーキーの岡留。こちらは伊藤亮、育成ドラフト1位です。キャンプへの合流が遅れましたが、順調な仕上がりを見せる西純也。去年は自己最多19試合に登板した斉藤。移籍3年目を迎えるのは小林。去年は2試合の登板にとどまった森谷。二宝はこのキャンプかなり球数を投げ込んでいます。移籍2年目の梶谷。支配下登録を目指す望月は7年目のシーズンです。4年目の川原もまずは支配下登録を狙います。左サイドから投じる変化球も魅力、岩田雅樹。尾中は昨シーズンファームで25試合に登板、防御率 1.37 でした。こちらはじっくりと調整をする佐藤蓮。経験豊富なベテランサウスポーチェン。1年間戦い抜く体力をつける高橋。怪我からの復活を目指すのは島本。浜中さんも期待をしているという前川、ルーキー。同じくルーキーの豊田と中川、こちらは高卒です。軽快な守備を見せるのは山本と上田。2年目の栄田、今年こそは一軍デビューをしたい片山。藤田は高卒3年目。去年は自己最多43試合に出ました板山。昨シーズンは初めて一軍での出場がなかった高山。プロ3年目を迎える右の長距離ヒッター井上。秋キャンプ最年長の陽川。原口は13年目のシーズン、この後インタビューの模様をお伝えいたします。